現在のディオニューソス劇場、ディオニューソス劇場は、アテナイのアクロポリスのふもとに建てられていた、大型野外劇場で、ディオニューソスエレウテリオスの聖域の一部を形成していた。ワインと法上の神に捧げられており、ディオニューシア祭りの開催地だった。アイスキュロス、ソポクレス、エウリピデス、アリストパネスといった古代の劇作家はこの祭りで作品を競った。石造りの劇場は、 紀元前325年に建設され、1万4000人から1万7000人の観客を収容可能だった。その後劇場は使われなくなり、紀元61年にネロ帝が修理させたという記録があるだけである。ローマ風に再設計され復元されたものが現在も立っている。プニュクスが民会開催場所として不適切とされた後は、 ディオニューソス,ス劇場でアテナイの民会が開催されていた。ギリシャ政府は2009年11月24日、この荒廃した大理石製劇場を一部復元することを発表した。環境省は900万ドルをかけて2015年までに完成するとし、現存する大理石の座席に加えて現代的な拡張を行うとしている。ありがとうございます。